い、今日もですね、Q&A コーナー元気にいきましょう。皆さんからの質問をですね、私が雑に答えて、皆さんがですね、何言ってんだよ、本当はこうだよっていう正しい答えをですね、っていう、まあ、いつもの説明があるんですけど、これもういらないですよね。テンプレート化して、テロップで流せたらななんて思ったりはするんですけど、まあそんなわけでですね、今日も Q&A コーナー、皆さんからの質問に答えていきたいなと思ってます。さあ行きますよ。最近のバイクにはスライダーを取り付けてる車両をよく見かけます。転倒時のダメージを軽減する目的と思うのですが、一方であの部品はレースの際に車両をいち早くコース外へ逃すために滑らせる目的でついていると聞いたことがあります。万一行動で転倒してしまった際、予期せぬ滑り方をしてしまわないでしょうか、ご教授くださいませってあるんですけど、これね、すごい論争を呼んでるやつなんですよね。世間的にもこれなんか、まあ2つに分かれてて、逆に滑っていっちゃうから危ないとか、ダメージが大きくなるなんていう話もですね、結構あるんですけど、まあ個人的な意見にはなるとは思うんですけど、基本的には一つは普通のスピードで普通に走ってたら、さすがにそんなに滑っていくような転び方しないんじゃないのっていうのがね、峠道でビュンビュンね飛ばしてるとかね、そういうことやってればですね、また話変わってくるかもしれないですけど、基本的にはですね、普通にやってればそんなことはないんじゃないのって乗ってればね、そんなことはないんじゃないのっていうふうに個人的に思うのと、一つ言えることは、僕は仕事柄もうしょっちゅう転倒したバイクを見ます。そしてスライダーがついてるバイクもスライダーがついてないバイクも転倒したものをたくさん見るんですね。事故車だったりとか、そうじゃなくて立ちこけだったりとか、いろんな転び方をしてるのをよく見ますけども、スライダーがついてない方が良かったねと思う車両を見たことは一回もないです。ただスライダーついてて良かったねっていう風に思う車両はたくさん見たことがあります。これが個人的な回答になります。まあ賛否出ると思いますけど、あえて言わせていただくと、スライダーついてないやつマジで悲惨だったやつ結構あるのと、スライダーついてて本当良かったねこれっていうのはよく見かけるんですけど、ただ僕がこの話をすると立場的に、まあお店の人はまあね、つけてもらった方が儲かるからみたいな感じでまた言われちゃったりするので、正直それでいくら儲かってると思ってるのっていうのと、別にね、うちが作ったスライダーじゃねえぞっていうのと、別にそんなとこいらねえよっていうのが本音なんですけど、ただまあその辺はですね、まあ見る方次第だと思いますんで、信じるか信じないかはあなた次第。さあ次、1ヶ月前に NC750X を中古で買いました。距離も5万キロほど走ってる車両でしたので、消耗部品を変えながら様子を見ているのですが、サスペンションのオイルも交換すべきでしょうか。いや、交換したいのです。ああそうなんだ。オイルシートともに交換するつもりです。サスペンションのオイルを変えるとどんな効果があるのか、変えずに乗り続けるとどうなるのか教えていただきたいですとあるんですけども、基本的にはそのもし5万キロ走っていてサスペンションのオイルも交換すべきでしょうかとかあるんですけど、これね、インナーチューブも一緒に変えた方がいいっすよ。もし交換履歴がないような車両であれば、多分それでメンテナンスノートとか見れば交換履歴分かる場合もあるんじゃないかなと思うんですけど、見方としては誰でも見れます。インナーチューブって分かります？サスペンションの、メッキがかかっていて中に入っていく方の棒フロントフォークのね、フロントの前足の下側についてるのがアウターチューブ、上側についててメッキでピカピカ光ってて、こう上下した時に中に入っていく方がインナーチューブっていうんですけど、アウターチューブとインナーチューブの重なる部分のちょっと上、サスペンションが動いた時に沈んでいく部分っていうんですかね、あそこがメッキの光り方が違ったらインナーチューブを変えた方がいいです。そのちょっと上と比べてやたらピカピカしている鏡みたいにとかね、そういう状態になってると思うんですよ。5万キロ走ってて変えてなければね。で結局その状態でオイルシールだけを交換すると逆にオイルが漏れてきたりするんですよ。で二度手間になったりします。で理由としては、あそこずっと擦れてるのでオイルシールとね、メッキが減って痩せていきます。でピカピカに光っちゃったりするんですけど、その時に両方バランスよく壊れていってるものなので、まあ消耗していってるものなので、オイルシールだけ新品になると、要はそのせいで逆に漏れてきたりする可能性があるっていうのと、たとえその時漏れなくてもですね、まあ5万キロでしょっていうところで、どうせ追って漏れてくる可能性が非常に高くなるので、メンテナンスの面で見たら全部変えた方がいいよっていうのがまず一つあります。インナーチューブも含めて。そして効果としては、多分本当に5万キロ無交換だったら、本来のバイクの動きがインナーチューブとか、メタルとか、あとオイルシールとかを変えてあげれば本来の乗り心地に戻るはずなので、そういった意味ではですね、非常にですね、変えてみれば分かると思いますけど、すごい変わると思いますよというのが回答ですかね。
次、フロントブレーキがダブルディスクのバイクに乗っています。洗車の際ホイールも洗いたいのですが、洗いにくくていつも諦めてしまっています。洗うのにおすすめの方法、道具などあれば教えてくださいとあるんですけども、あそこはどうなのかな、洗いにくいものですよね。まあ、僕らも普通にブラシで洗ってるだけなんですよ。そんなになんか特殊な便利なものがあるわけじゃないんですけども、ただディスクローターって丸いじゃないですか。で、あのディスクローターの外周、この側面ではなくて薄いマチの部分、縁の部分っていうんですか、外周の部分を一番最初に洗います。で、理由としてはあそこってすごく汚れてるんですよ。で、その狭いところを洗おうとした時に手が真っ黒になるんですよね、あそこの縁に触れて。だからあの縁を一番最初に洗っておけば、洗う時に手が真っ黒になりづらいので、慣れづらいので根気が続きますという意味では、なんか便利に洗いやすいものってのはあんまりないんですけども、あの業務用の洗剤とかありますよ、あの強いからあの綺麗に洗えるとかね、そういうのありますけど、あの基本的にはですね、めんどくさいことはめんどくさいので、まあ、そういう感じかな、あそこの部分を先に洗うっていうのがコツかなというふうに思います。続いての質問、これはですね、一人の方ではなくてですね、過去にも同じような質問があってですね、で、それを一つにまとめたものです。はい、3つあるんですけど、一つは将来ガソリン車がなくなる意向ですが、バイクもいずれ電動or水素燃料になるのでしょうか。バイクは排気音がないと存在感がなくなって事故率高そうですっていうのが一つですね。で、2つ目は四輪車では欧州でのガソリンやハイブリッド車の新車販売を将来禁止する方向を表明しています。これはバイクの新車販売にも影響するのでしょうかっていう質問が来てます。そして3つ目が、なんかあと10年ほどでガソリン車をなくすとかって話がありますが、やっぱりバイクも完全電気車になっていくんですかね。うちはマンションで駐輪場も少し離れているし、夜止めてる間に充電なんてできそうもないし、その辺どう思われますかという形になってます。これ、まあ、似たような質問が過去にも来ていて、今回もなのでちょっとまとめてますね。で、まとめて回答していくと、まずはですね、電動化っていうのには必ずなっていきます。実際それがエコなのかとか、その環境に優しいのかっていう問題全部置いといて、方向としてはそれになっていっちゃうのは間違いないです。これはもう規定路線になってます。それがじゃあいつになるのか、2035年の話なのか、もっと先の話なのかっていうのは、多分やりながら、その状況を見ながらやっていくという形になると思います。水素はね、多分ないと思います。個人的にはよほど革新的な技術が発明されればあるかもしれないですけど、バイクで水素ってもう爆弾抱えて乗ってるようなものになるので、そう簡単には水素にはならないかなというふうに思います。そしてバイクは排気音がないと存在感がなくなって事故率高そうになりますっていうのあるんですけど、よくマフラー変える人がね、あの言ったりするんですよ。音が大きい方がぶつかられにくいとか、いろいろ言ったりはするんですけども、今後多分ですよ、僕の予感ですけど、ぶつからない技術がどん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 進んでいくと思います。で、それはどういうことかっていうと、 GPS を搭載していくと思います。どんどんオートバイに、車にもバイクにも GPS を搭載して、交通事故というのはライダーとかに依存するものではなくて、バイク側で多分止めていってしまうものになると思います。車側、バイク側でGPS をつけた者同士が、まあ、ぶつかるなっていうのをですね、うまく監視することができれば、事故が起きないようにどちらかを止めてしまうことができるわけですね、今後の技術としては。で、 GPS というのはですね、もう皆さん分かると思うんですけど、今だともう ETC2.0 にすら搭載されてますね。なので、そういう意味では多分あっという間に普及して技術が確立すれば、そういうのってなくなると思います。物理的にぶつからない交通インフラの一部にバイクが組み込まれるというふうに考えてもらえれば。で、これはですね、例えばトヨタさんのホームページに行って、小さい車が今出てるんですよ。名前ちょっとど忘れしちゃったんですけど、トヨタさんのホームページの、よくあのコムスっていう、あのセブンイレブンの前に止まってるちっちゃい車あるでしょ、一人しか乗れなさそうな見た目の、あんな感じのトヨタが今開発してて、そこのウェブサイトに行くと、トヨタはこういう街を作りたいんですっていう動画が出ていて、そこにですね、詳細載ってます。興味ある方見ていただければ、あのそのシステムが本当に完成すれば事故は起こらなくなるので、音がなくても平気だと思うのと、あとはモーターの音というのもですね、いろいろその演出として出てくるんじゃないかなと思います。それは外側に対していらなくなったら、内側本人にだけ聞こえるようになるかもしれませんけど、車とか特にそうだねとは思うんですけども、そういう感じで出てくると思いますし、本来バイク乗りたちが実際は嫌いな音ではないような気もしますけどね。最近だといろんなね、電気自動車の方でもそういう演出とか出てきてはいるんですけど、あのうまくね、まあ、最初はそういうちゃんとそれを理解するまでは賛否出てくると思うんですけど、なかなか悪くない感じかな
とは思います。ちょっと これはですねまた別の話になるのでやめましょう。で、他の方の質問でね、さっき言ったようにガソリン車とかハイブリッドの方に車がなっちゃうからバイクにも影響するのでしょうかっていうのは影響出ますよ、いろんな形で。それも間違いなく出てくると思います。そしてもう一個はそのマンションでって方の質問ですね。駐輪場が離れてて充電できそうにないっていうふうになると思うんですけども、この辺もですね解決していくと思います。例えばその充電っていうのが新しい形でインフラになれば、じゃあ例えば駐輪場が少し離れてますって言ってますけど駐輪場で充電できるようになればいいだけの話なの で電動化になった時に抱えていく問題はやっぱりメーカーが解消しようと頑張ると思いますし、国の方のインフラもですね遅れながらも整えていこうとする形になると思いますし、その時にやっぱりそのどういう規格になるかは分からないですけども、オートバイの方がバッテリーは車に比べて絶対小さいので、そういう意味ではもしかしたらね、例えばチャデモ充電器っていうのがあるんですけど、一番そのベタな車なんかだとチャデモ充電器っていうのでだいたい8割充電するのに30分みたいなやつがあるんですけど、バイクだったらねそのチャデモの規格にもし乗っかったらですよね、だって車もバイクも今使ってるガソリンの入れる機械は一緒でしょ、軽量機は同じように、電気も同じようになっちゃったら多分10分とか5分で満タンになっちゃいますよきっとバイクだったらね、という風な感じで整っていくのでそんなに心配しなくてもいいのかなという風に思ったりします。バッテリーもね走れる距離も伸びていくでしょうから。はい、次 MT25 に乗っています。街乗りでも極力ギアを上げていって6速走行を基本にしていますが、インハン以外の友達は街乗り3速と言っていますが6速まで上げる必要はないのでしょうかというのはあるんですけども、別にノッキングとかそういう変なことさえさせなければ、要はガタ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 とかね、バイクが苦しそうにするようなことさえしなければ好きなの選んだらいいんじゃないでしょうか。ここではこのスピードですよっていうルールはないです。一番その時で例えば上り坂の場合もあれば下り坂の場合もあれば平坦のところもあるので、まああえてですねこのギアに入れなさいという設定はですねないですよ。単純に苦しそうだったら下げてあげたりとか、逆に余裕がありそうだったら上げてあげたりとかして、いつも最適なものを賢く選んで走ってあげてください。車のオートマチックは今そうやって言ってますからね。車なんかは今だと8段 AT とか10段 AT があるので、ただ結構早い段階でですね、まあ車の場合トルクあるからってのもあるんですけど、もう7速とか8速ぶち込んできますから、そういう意味ではですね別に人間が上手に賢く、それが面白くてみんなギア付きのバイクに乗るわけですから、変な決めルールは作んなくていいんじゃないかなと思います。チェーンメンテの話があったので似たような話ですが自分からも質問させていただきます。洗車するときにいつもチェーンの掃除とバルブの塗布をするのですが、1日以上置いた後に乗るとどうしても、バルブじゃなくてルブか、これ油ですね、はい、とする1日以上置いた後に乗るとどうしてもルブが散ってホイールなどについてしまいます。どれぐらいルブを拭いて余分を拭き取れば良いのでしょうか。ちなみに自分は大道のクリアタイプを使っています、ということなんですけども、ガンガン拭いちゃっていいですよ、はい、ガンガン拭いちゃっていいのと、どうしてもねまあつくんですよねこれね、だからまあそれも1個の洗車の種目、翌日またやるっていうのもですねゼロには絶対できないので、まあやっていただけたらいいのかなと思います。これちょっとごめんなさい、視聴者の皆さん何かいいアイディアあったら教えてください。はい、ただなんていうんですかね、チェーンの油は基本的には刺さなくていいんですみたいなのはやめてください。次、コロナのこの時期にツーリングに行くことはどう思いますか。また YSP 横本塚はコロナ対策していますか、というのが来てるんですけども、まずツーリングに行くのはあんまりやめた方がいいと思います。それはですねやっぱりその病院に迷惑をかける可能性があるからです。なのでなるべく、特に今緊急事態宣言出てますから、ただ敏感になりすぎてもしょうがないので、ちゃんと世の中のルールにのっとって動いていただければいいと思います。やっぱりねコロナの時期に遠方にツーリングに行って怪我してですね病院にご迷惑をかけてしまうのは非常に、なんだよライダーはそんなことも分かんないのかって言われてしまいますので、できれば控えていただくのと、あとはみんながね世の中的に、じゃあ今度世の中の流れがですよ、じゃあ GoTo の時みたいにちょっとたくさんそのいろんなところにお金落としに行きましょうっていう場合は、それに乗っかってツーリング行った方がいいと思います。なのでこれまたいろんな意見出ると思いますけども、基本的には一応皆さんいろんな意見を持ってるとは思うんですけども、世の中の常識っていうのは人にそれぞれ人数によって、その例えば10人いたら10個の常識があっちゃうんでわからないと思うんですけども、一応国策というのが日本にはありますので、その国策にある程度は沿った形で動いていただいた方がいいのかなというふうに個人的には思ってます。なのでその辺はですね今はちょっとやめるべきなのかなというふうに思います。また YSP 横本塚はコロナ対策してますか、ということなんですけど、今のところあるコロナ対策は一つはですね、入り口に入るとよく見たことあると思いますけど、ユニクロとかで人と同じぐらいの身長の液晶の体温計っていうんですか、こう顔を向けるとポーンって熱上がってくれるやつがあって、あとはその足でペダル踏むとプシュプシュって
消毒液が出てくるやつがあってっていうのがまず一つ目の対策と、カウンターのところはですね、あの大型のパーテーションになってたりとか、あとはまあ当たり前ですけど、まあ検温とかマスクとかそういったものは基本的にやってるのと、あとこれ一番個人的には力入れてる部分なので、ぜひ皆さん知っていていただきたいんですけども、うち全部 Zoom でできます。お仕事で Zoom 使ってる方結構今いらっしゃるんだと思うんですよ。バイクの見積もりだったりとか、あとはそのまあ基本的には商談ですよね。 Zoom でやってるんですけども、たまにやってるようではなくて、かなりの頻度でやってます。で、超便利で来る必要ないです、正直。なのでぜひそれを利用してください。 Zoom 商談を予約していただければ、こちらから Zoom で決まった時間に1時間商談をさせていただいて、あの商談っていうとまあすごくかしこまった気持ちになると思うんですけど、お店にフラッと寄ったっていう感覚と一緒で Zoom を使っていただければいいかなと思うのと、それ以外にこういうことをやってます。例えば納車の時ってお店に来て結構時間かかるじゃないですか。でそれって別にその感染がどうこうっていう話とは別にしても、大体皆さんお休みの日で天気がいい日を選んでくるわけじゃないですか。その時にはたくさん乗りたいですよねっていうのも実は含めてるので、まず納車説明はうちの店はオンラインでできます。納車説明の動画があるんで見ていただければ、多分知ってる方も多いんじゃないかと思うんですけど、バイクの説明はあれで見ることがまずできるので、それでお店にいる時間を短くできるんで感染対策になってます。それと書類の説明って受けるじゃないですか。あと保険とかね、そういったものも全部 Zoom でできます。なので納車日の前日とかにいろいろな説明だったりとか、あとは多分前日って皆さん胸を踊ってて、もういても立ってもいられなくなってますよね。だそういう時にお店と話をするっていうのはとてもですね、皆さんも落ち着きますし、我々もなんかそういう喜んでる人の顔を見るのは楽しいので、そういった意味ではそこで書類の説明させてもらったりとか、気になることってあるじゃないですか。明日ってなんか僕持ってくもんありましたっけとか、明日なんか注意した方がいいことありますかとか、いろいろ出てくると思うんですけど、そういうのも全然話してもらって構わないんで、とにかくズームをうまく使っていただければ感染予防になった上に楽しくできます。そしてズームって使ったことない人はなんかよくわかんないと思うと思うんですけど、僕らのお店に電話して Zoom 使いたいって言ってくれれば、簡単に言うとリンクを送ります。そこをクリックするだけで何にもしなくていいです。そしたらもう Zoom が使えるようになるんで、めちゃめちゃもう簡単です。なのでぜひですね、興味がある方は YSP 横浜戸塚にですね Zoom で商談したいとかいう風な感じで言っていただければ、あのいいのかなと。ただ結構人気があってそこそこ混んでるんで、あんまりこうなんていうんですかね、いたずらにただやってみたかっただけとかはちょっと勘弁してください。結構今実は人気があって混んでるん で、あとは緊急事態宣言の時は在宅勤務を逆に Zoom を使ってやってます。自宅に従業員がいて、自宅から Zoom で店のパソコンにつないで、お客さんの前にパソコンのモニターが置いてあって、そこで、修理の受付だったりとか商談だったりとか見積もりだったりとかっていうのをやってますというのがあったりとかするので、そのぐらいですかね。そういう感じでですね、できることは全部やってるつもりでお店としては考えてるんですけど、まあいかがでしょうか。次、質問ですが、バイク屋さんの視点から見てお客さんから預かる車両でここが綺麗だとオーナー愛を感じるなっていうポイントありますか、ということで、私は通勤も含めて毎日バイクに乗るので、だいたい2週間に1回ペースで愛車の洗車をするようにしています。カウルやガソリンタンクが綺麗なのはもちろんのこと、チェーン、ホイール、ナンバープレートがピカピカなバイクは見てて大事にされてるなという印象を受けるので、私もせっせと洗っています。島田さんがご自身の愛車の洗車で注意している点とかも教えていただけると嬉しいです、ということなんですけども、まずやっぱり洗車って言い方悪いけど誰でもできるんですよね、ちょっと勉強すれば。なのでそういう意味ではやっぱ綺麗なバイクは大事にされてるなというふうに感じるのがあるのと、あとは実はお店としてはあまり嬉しくはないんですけども、いつも燃料がいっぱい入ってる方っているんですよ。でやっぱりなんかすごくいろんなこと意識してるのかなと思っちゃったりはします。あれ整備するときにタンク外すんで重くてしょうがないんで、本当は嬉しくはないんですけど、ただやっぱり感じますよね。あとタイヤの銘柄、長く乗ってタイヤがね減ってきたときに、安い銘柄のを入れてる方っていろんなところ安くしてるなってイメージがあったりするんで、そういう意味ではタイヤの銘柄っていうのは結構見てたり実はします。別に好きでね、かっこいいタイヤ入れる方とかもいるんで、そういうのはまた別かもしれませんけども、やっぱりそのピカピカに磨いてるっていうのと、意外かもしれないですけど、すごく大事にしてる人って狂ったように綺麗ですよ。で極端な例を挙げると、うちの昔いた従業員もいませんけど、本当にすごかったです。それはちょっと病気でしたけど、はっきり言って、例えば晴れた日に1回近所を一周するだけで全部洗車で、さらにただ洗うだけじゃなくて、ホイールも前後外して洗って、外せるとこ全部外して洗って、何を洗ってるのかも分かんないんですけどっていうのもいました。なので
人によってやっぱり愛し方、例えばその結婚するときに当然カップルで男女で撮るわけですか、じゃないですか。そこにどうしてもバイクを入れたいっていうことで、あの写真撮れるそういうところを探して、そこにバイクも一緒に写ってるとかね、そういう本当に狂ったように大事にしてる人もいますね。家族の一部というふうな発想をしてるようでしたけど、なのでそういう人も中にはいますよ。ただ別に大事にする競争はしなくていいですけどね。やっぱり使ってあげてるのが一番大事にしてるんだと思います。乗ってることかな、はい、と思います。私が自分の愛車の洗車で注意してる点っていうのはなるべく擦らないことなので、最近だとですねブロワーっていうのをですね安く売ってるんですよ、5000円ぐらいで。風をバーって吹き出すやつね。洗った後あれでバーってやった方がですね、エアガンほど強い風じゃないのと、あとバーっと落ちるんで結構なんかいいかなと思ってたりしますけど、という風になってます。次、来年トリシティ300を載せ予定です。ワイズギアでトリシティ用のアクセサリーを見てみると、 XMAX の画像が表示されたりするのですが、トリシティ300と XMAX のアクセサリーは共通なのでしょうか。今乗っているバイクにつけているリアキャリアを乗せ替えたいので、 XMAX のアクセサリーが使えたらいいなと思ってます。これ共通ではないんです。フレームから違うんです。ただ結構似てる部分があって使い回せちゃうものもあるんですよね。で、確かね共通だった気がするな。品番を見るっていう技があって、ワイズギアで XMAX 用のリアキャリアとトリシティ300用のリアキャリアを品番比べてください。で、一緒だったら使えますから、というふうな感じですかね。ただ違った場合使えないケースもあるのと、 XMAX とか NMAX ってちょっと頭に記憶にないんですけど、ロゴが入ってるせいで品番変わってる場合もあるんで、その辺はですね、あのヤマハに問い合わせかけるのもありかなと思いますよ。絶版車に乗っています。バイクの場合生産終了後何年くらいから部品がなくなりますかってあるんですけど、基本8年です。ざっくり8年ぐらい。ステッカーとかね、外装のステッカーとか外装のパーツっていうのからなくなってきます、大体。そして一番最後まで残るのはエンジン内部のパーツとか、あとベアリング、ボルト、これはですね、あの他のバイクで使ってるケースが多いんでなかなかなくならないです。なのでなくなりやすいパーツは絶版車はもう皆さん研究してますから、ネットで検索すればこれが怪しいとかこれ困るよって出てくるんで、そういうのはですね、あの先に押さえれたら押さえていただくっていうのがねいいのかなというふうに思います。特に互換性がなかなかないもの、例えば2ストロークのオートバイのオイルポンプとかね、そういうものはですね、もし売ってたら高くても買ってくださいっていうふうに思います。乗り続けるならねと思います。次、原付過去 50cc はどうしてほとんどがスクーターの形なのでしょうか。もっとホンダズーマーのような形やスポーティーな形、また昔のような MT50cc がないのでしょうかっていうのはですね、売れないからです。これはもう本当にそればっかりです。売れれば作ります。ただもうスクーターを作るのも苦しいんですよ、各メーカー。もう本当スクーターですら赤字で回してるので、そこにさらにですねより赤字になる MT 車ってことはもうギアがついてるのに乗れる方か、もしくは乗ろうと思ってる方しか買わないわけじゃないですか。でしかもそれを教えるものがないので、例えば 50cc のギア付き教習所ってないわけですよ。っていうのも含めてですね、非常にもうこれは単に需要と供給の形で買う人が少ないからどうしても作れないというふうに考えていただければいいのかなと思います。さあ次、 SR をはじめ国産車のセンタースタンドってなんで重いんですか。 BMW は少ない力でかけられますよというふうに書いてるんですけども、まあ、どこにこれウェイトを置くかというのがあるんですよね。国産車でも少ない力でかけれるものはあります。ただ SR は昔ながらの作りを維持することがその皆さんの心を掴んでるオートバイなので、センタースタンドを軽くするためにはセンタースタンドだけじゃダメなんですね。センタースタンドで持ち上がる高さを、要はリアタイヤが設置しない状態で持ち上げるわけじゃないですか、とかそういったものがいろいろ出てくるんですよ。で BMW だけが少ない力でかけれるっていうのは実はちょっと違って、その国産車でも似たようなものも実は結構あるんですよ。軽く上がるやつもあるんですけど、 BMW なんかはもうどっちかというとそっちに割り切って作ってるんで、そういうような感じになってますと。どれもこれもそういう感じになってると。ただ国産車は割とそういうところじゃないところに重点を置いて作っているというのが多いかなというのがあるんですね。センタースタンド自体がですねついてない車両もかなり多いですから、そういう意味ではセンタースタンドってそんなに日本の中では重視されていない装備ではあります。僕らみたいなメカニックは絶対欲しいんですけど、ただ、例えばセンタースタンドがつける場所はあるのに最初からついてない、オプション扱いになってる、例えばテネレの700とかね、そういったものもあるので、そういう意味ではですね、そこにあまり力を入れてないからというふうに解釈していただければ、まあ分かりやすいのかな。要は一般の方かける方少ないんですよ、サイドスタンドが多いんです、というのが理由なのかなというふうに思います。さあというわけでですね、
今日はナンバー15の質問に答えてますんで、何かこうそういう答えじゃなくてもっとこうなんじゃないのっていうのがあればですね、ぜひそこのところにですね、分かる方はナンバー15の質問に答えてあげていただけたらいいかなというふうに思います。そしてこの動画、今この見ていただいている動画にクエスチョンを投げていただければですね、このようにですねまた答えていきますんで、ぜひぜひそういう形でですね、皆さん Q&A コーナーうまく使っていただいて、より豊かなバイクライフになっていただけたら嬉しいななんてちょっとかっこいいこと言いながらですね、今回はおしまいになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。